ーディアン、カバルがこの近くに基地を作った。すでにハイブと接触している可能性がある。ある程度の混乱は覚悟しておけ。これは我々にとって一石二鳥のチャンスだ。奴らが鳥なら仕留めるには相当大きな岩が必要だな。強力な兵器を持ち込んだ。よほどハイブが嫌いらしい。まあ故郷を破壊された相手を嫌うのは当然といえば当然か。今は敵の精神分析をしている場合ではない。そうだな、奴らの動機など奴らが死んでたら思い巡らせるとしよう。
ぞ力を証明しろ、若き狼よ。奴らに引導を渡してやれ。
廃物たちが休戦に応じると考えている。一応言っておくが、我々が現れるまでカバルは廃部しか見ていなかった。奴らはヴァンガードの領土内に基地を作った。地球にな。これは侵略に等しい行為だ。奴らは間違いなく反体制派だ。カイアトルは休戦に応じることで多くの支持者を失った。カバルの行動は合理性に欠ける。私に言わせればヴァンガードも同じだ。少なくとも今はな。私の知る限り、鉄の豪傑は必ずしも合理性を必勝法として定義しているわけではない。